水の戯れは、フランスの作曲家、モーリス・ラベルが、パリ音楽院在学中の1901年に、作曲したピアノ曲、当時の作曲の詩であるガブリエル・フォーレに検定された。初演は1902年4月5日、サルプレエールで行われた、国民音楽協会主催のリカルド・ビニエスの、ピアノリサイタルにおいて、亡き王女のためのパバーヌと共に初演された。冒頭部分補聴調。 4分の4拍子、8分、音符イコール144、極めて優しく。ラベルは、テンポ、リズムも一定なのが望ましいと述べており、楽譜の冒頭に、水にくすぐられて笑う過信というアンリ・ドレーニエの詩の一節を、第一として掲げている。曲の構成は、そなた形式。また、7の和音、9の和音、平行化声が多用されており、初演当時としては、 極めて斬新な響きのする作品だったと思われる。実際、初演時には、亡き王女のためのパバーヌと比較され、耳障りで複雑すぎるとの評価が大勢で、出版時には、全くの不協和音というカミーユサン・サーンスの、国評をも招いた。しかし、今日では、水の運動と容態を描いてこれほど見事な作品は、あるまいという評価もあるように、ラベルのピアニスティックで成功な処方が、 本格的に開花した作品として高い評価を得ている。また、ピアノ音楽における印象趣味の幕開けを告げた作品として、ドビュッシーの組曲、版画から影響を受けていると言われるが、ラベルは、かねてよりピアノ音楽におけるリストの超絶技巧や、ショパンの史上あふれる書法などに強く惹かれていたので、あった。また、よく比較される作品に、同じく水を題材にしたピアノ曲、 ドビュッシーの映像第一集の第一曲、水に映る影がある。ドビュッシーの水に映る影は、水そのものよりも、水に映った風物の輝き、揺らめきを、より自由な形式で描いているのに対し、ラベルの水の戯れは、制御された噴水のような、美しい水の動きを古典的なそなた形式を用いて、描いている。なお、ラベルは他にも、組曲、鏡の、 第3曲、うなばらの小舟、夜のがスパールの第1曲、オンディーヌなど、水を題材にしたピアノ曲を残している。曲名の日本語訳、水の戯れは、畜語訳であり、フランス語の現代柔度は通常は、組噴水のことを指す。ラベルは1898年から、ホーレの作曲のクラスに在籍したが、音楽院のフーガのコンクールで入賞できなかったために9 0 0年に、 クラスを除籍、その後1901年から超高生として再び、ホーレに支持していた。R.B. ーーオレンシュタイン、井上さつき役、ラベル障害と、作品を音楽の友者、2006年、水の祭典、ヘッド D.O. からの引用。オレンシュタイン、49ページラベルが1901年の、ローマ賞に入選したとき、サンサーンスは、ラベルという名の三等賞受賞者は重要な経歴を、 つむ運命にあると思われると、好意的に評価していた。ありがとうございます。